どういうこと？エメルソンが自身のパフォーマンス向上のため自身に1.3億円投資して分析官つけてハキミのプレイ分析するし。なんかまあ、ハキミも悪いプレイヤーじゃないけど、ハキミなんだっていうのもあるしな。ハキミだいぶスピードのところですごいの。1.3億円？それマジで？エメルソンが酸素装置やハキミのスカウティングリポート、神経専門トレーナーをやったりと、自己投資1億6千万使ったりして、あ、でもいいことっすよね、それ。で、エメルソンはベースのフィジカルあるから今後伸びると思いますね、それだったら。ベースのフィジカルある人が努力できると伸びますから、ベンタンクールとか遠藤航みたいに。それ聞いてちょっと期待しちゃいますよね。ロコンガとか、ロコンガはそのベースのフィジカルのところがかなり怪しいと思ってて、で、自己投資とかよりも人、ね、自分が良くないのに人に指さしてばっかりだから、メンタル変えなきゃいけないと思いますね、ロコンガ。